はい、皆さんこんにちは、チュでございます。88のウィル・デストラップ2ですね。やっていきたいと思います。レーザーガンにアイシャさんのエネルギーを充填することができました。じゃあこれを使うんだろうね。じゃあさよならと。言うてみるもんだなと思いましたね。じゃあこれ、ここはもう何もないのかな。で、東と、またあそこかな、アイシャさんを助けたとこかな。東行ったのに、あ、でこれで北か、北に行かないといけないのか。岩で塞がれてる、岩に登らなければ、あ、登るでダメなの？ノブ？ロープでもなければって、ロープなかったね。あ、デストラップ1だね、ロープがあったのはね。西と。で、ここにはめる指輪。で、北だね。で、北だね。あ、北じゃない、東か。ここで撃つレーザーガンと。レーザーはカプセルに反射してしまうと。壊すカプセル、撃つアイシャさん撃つレーザーガンと。レーザーはカプセルの、あもうここで撃っちゃうとこうなるのか。西と撃つレーザーガン。いやー、びっくりしちゃったね。あ、もうここではレーザーガン撃てないんだ。撃つアイシャ、見るアイシャか。でモードが変わって話す、そうかそうか、持ち物、持ち物と見んの。もう今持ち物な、持ち物、新聞読んでも仕方ないもん。あ、 C イコール C か。話す、見る愛者ね。 C って言ったら話す、 C イコール C。 あ、そんなことわかんないか。話すバカ、そんなことわかんないと。なんだろうね。なもこのさよならか。あなたのそばにいていいでしょうと。アイシャはぴたり俺に寄り添ってる。ありがとう。俺はアイシャと話すのをとりあえずやめにして先に進むことにした。じゃんけん、実験室だろうか。机、コンピューターなどがあると。もう行くとこないよ。壁だったら行ってと。西行けないの？ほう、西行けないの？南？階段登るのね。通るは指輪ね。で、ここで、歯医者さん見ましょうか。歯医者さんって言ってますね。話す指輪。この指輪何かあるの？それは博士のしていた指輪。これ、アイシャさん、ひそかに泣いている？ここ。涙出てるのかな？ちょっとわかんないですね。ちょっとカウンニングしちゃいましょう。はい。はい。はい。ICBM か。ICBM 聞いてみましょうか。話す。ICBM でいいのかな？ICBM って撃てないわ。ミサイル。もう泣かないわ。ICBM。私はアンドロイド、でも心は持ってる。意味わかんないですね。あ、愛しまで言って判断してんのか。
なるほど。だからちょっとご表示っていうか、間違えても字を打ってもするんですね。いやー、ちょっと待ってくださいね。あら、これじゃヒント載ってないね。ちょっと待ってください。はい、ただいまです。ですね。私はすでに積んでいるようです。驚いちゃいました。なので、最初からやり直しましょう。最初からやり直さないともうダメのようです。いきますよ。驚いちゃった。いやー、じゃあどうすんの？ちょっと驚いちゃったんだけどね。こういくでしょ？で、入るでしょ？で、通る。まあ、レーザー銃、レーザーガンだね。で、通る指輪か。で、見る。ベッド。ドクターハワードが死んでいるベッドの上には写真と本が置いてある。撮る写真ね。で、撮る本。本は撮れないかな。で、撮る紙なんだね。OK。で、動かす本棚だっけ？で、こうモニターつけなくてもいいんだね、結局ね。西。で、取る、ボトルかな。あ、そこそこ、とりあえず一回引かんだね。で、見る、机と。手紙が一つ置いてある。取る、手紙と。で、ああ、そっか、取るグラスは落ちてしまうんだね。確かね。見る机。机の上にはゴミがあるだけだと。取るゴミ？ゴミ取れないか。何も書いてない。俺は捨てたと。で、東だね。で、モニターつけなくていいね。で、確かに考えたらすごく薄っぺらい作品だね、これね。で、はめる指輪。でも、フラグがないからね、もうガンガン取れますね、進めていきますね。北入るでしょ？で、見る机と。何かの装置とコントローラーが置いてある。ライトが机に固定されている。これなので、いや、お前待てよ。バッテリーどこで取るんだ？まあ、行きましょうか。で、打つドア。ね、ダメか、俺は焦った。ドア打てないんですよね。レーザー銃では。見るレーザーガン。パワーが切れていて使えない何かバッテリーのようなもの。これバッテリーのようなものがあるんですけど、まあまあ、見る壁。設計図、見る設計図。設計図は見ていておいた方がいいのかな。コントローラーの設計図のようだ。これ、マウスじゃなくてマウスなんだね。教えていただきありがとうございました。下へと書いてあるなので、バッテリーをまずどこで、ここからだね。直す。コントローラー。直すコントローラー。修理。コントローラーだっけ？あれ？コントローラー直したよね？コンピューターつけた方がいいのかな？つける。コンピューター。コンピューターになってるね。つける、コンピューター。あれ、見る、コンピューターね。モニターね。押す、スイッチ。
つけるモニターだっけ、もう忘れてんね。おや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 、ちょっとここだけヒント見てこようかな。簡単に溶けちゃうんだね。あ、直すコントローラーって書いてますね。やっぱり直すコントローラー、おう、直せません。なんで、持ち物レーザーじゃ、ああ、コントローラー取ってないからか。あ、直すか。うん、俺はやっとのことで直したって出てるんで。で、あれ、でもね、これ出るでしょ。え、壁？ああ、南か。で、で、あのコントローラーがあったら受けるんだけど、ね？西か。あっち行ったらロボット出てくるからね。ここ、セーブしておこうか。2にしておこう。で、来たって入ると、浮くでしょ？で、回す、左、回す、右か。これね、あ、回す、これで壊れたらダメなんですよ。まあ、これで壊れたらもうここ来れないんでね。重力場によって下へゆっくりと降りていったが、 B2 に続いたとのコントロール、ああ、やっぱダメだ。じゃあ、帰ってこれないね。いや、それか、待ってね、もう一回ロードしてみましょうか。これね、これもうあれあるでしょ。見る愛車、愛車さんいるでしょ。で、持ち物で指輪あるでしょ。ああ、ごめんなさい、さよならね。持ち物、指輪持ってるでしょ。はめる指輪とかあんの。で、これ北入ったらダメでしょ、ほら。いや、なんてことはね、あそこ行かないといけないんです。コントローラーもう一回直せるの？でもあそこでコントローラー壊れちゃうと、一回あったでしょ？一回行かないといけないんですけど、一回に行ったら、ちょっと待ってね、ロード2で行ってみましょうか。東？いや、ここか。これ、まず入るでしょ？で、北に入って、で、回す、左だね。ん？回す、左。回す、右かい？ここで、西に行くと、敵さん出てくるでしょ？ほら。レーザーガン。撃てないんですよ、これ。撃つ、レーザーガンと。ね。溶けない？要は、アイシャさん連れてここに帰ってこないといけないんですけど、ここに帰ってこれないんですよね。バッテリー取れないから。ちょっと待ってね。はい、皆さんこんにちは、ちでございます。
これは分からなかったかな。いや、分かれたかな。ロードしましょう。ロードね。あ、いや、逃げられないんか。E って西だっけ？いやいや、東だ。で、ロードね。ロード。で、1ね。来ましたね。ここでアイシャさんを見ましょう。でね、アイシャさんにね、話す、コントローラーを話すとね、私に渡してって言ってくるんですよ。あなた、何でもできんだね。アイシャは俺の手からコントローラーを取ると、真っ二つに直してしまった。あなたの役に立てるなんて嬉しいと。はぁ、さよなら。で、これで入れるんですよ。来た。もうこれ完全に治るのかな？回す、左。あら？回す、右？で、ここですね、今度ね。で、西に向かって、なら、これで撃つ。レーザーガン、あ、メカノイドでいいのかな、撃つメカノイドでいけるのかな、撃つメカノイド、う、メカノイドのレーザーはメカノイドから、ああ、いや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 、撃つレーザーガンにしないといけないのかな。あ、メカノイドの攻撃を、え、はちょっと一回戻りましょう。東にね。で、もう一回西に行きましょう。メガノイドが行く手を阻んでいると、撃つレーザー、あら、レーザーガン充填したよね、あら。西と、いやいや、東と、どういうこと、持ち物ね、あ、見るレーザーガンでいいのかな。パワーが切れ、あ、切れてるのか。はい。渡すレーザーガンね。アイシャはレーザーに自分のエネルギーを充填した。あ、なるほどね。さよならと。てか、アイシャさん倒せないのかね？っていう気もすんだけどね。撃つ、メカノイド。メカノイドにレーザーが当たった、だがまだ生きていると。撃つメカノイド、だいぶダメージを与えたようだと。撃つ、メカカノイドと、メカノイドを破壊した。俺は残骸を踏み越えて先に進んだ。通路が続いていると、冷たい光を放っているというところで、いい時間になりましたね。この辺で終わっておきましょう。どうもありがとうございました。